最初にオファーを受けた時のご感想みたいなのっていかがですか。うんうん、はい、これ実は原作がありまして、で原作とその原作の企画と、先ほども申されてましたけど、日本であんまり武道武術を題材にしたというか、そういうアクション映画がもうずっと撮られてないんですよね。昭和の頃にそれこそありましたけども、まあ、それ以来紐解いてみると意外と、まあ、作られていないと。でほとんどが香港とか、はい、中国製の映画が多い中で、今回は日本は武道大国じゃないかと。で武道といえば空手があるじゃないか。でも本当のその空手家を使ってアクション映画を撮ろうよっていうことと、原作のプロジェクトがこう合体しまして、合致しまして、で自分実は19から24歳ぐらいまでですかね、5年間ぐらい実はそういう空手映画ブームの頃に、某その当時有名だった空手映画を作ってたアクションクラブにいまして、でそういうキャリアもあって、現役の空手家という空手をちょうど、しかも主人公は50代ぐらいの、そういう男ということで、はい、白羽の矢を立てていただきまして、昔にこういう仕事を本当にその時空手がブームだったので、空手側の、取らないかというかそういうプロジェクトでっていうことでその団体に入ったんですけども、もう35年経ってますからね。それからできるのかな、正直やっぱそこがちゃんと俺でできるのかなっていうところがありましたけど、そのキャリアずっと空手一筋で生きてきた中で、その5年間だけちょっと大きな忘れ物をしているような自分の人生の中で、そういう感覚があったものですから、あ、今きっとこれやれって神様が改めてこう神様の辻褄じゃないですけど、それを感じてですね、これ命がけでやるべきだろうっていうふうに思ってですね、まさしく命を削るような皆さん現場でしたから、命がけで取り組ませていただこうと、はい、思いました。監督が今回やっぱりブルース・ジャッキー・チェンの時代に、ノンワイヤー、ノン CG で、うん、あの頃の生身の体で武道家がやる、その方が熱があったじゃないかと。 CG は確かに素晴らしいこう映像を撮れるんですけど、やっぱり原点の生身の人間の熱っていうんですかね、それにアクション映画を戻そうという、これはもうアクション監督も監督も、もうみんな共通した、それで自分にこうお話もいただいたので、もうそれはもう命がけでやりました。アクションシーンのご感想みたいなのはやっぱりつながって音が入りますよね。もう現場ではやっぱりあんな音はガクガクしてないんですから、もちろんそれはお客さん目線にやっぱりどうしても映画ですから、お客さんに本当に楽しんでいただけたり、うわ迫力があるなっていう風になってるかなっていうことが一番やっぱり演じてはそう思いますから、そういう意味では編集の時に実はちょっと立ち合わせていただいて、アクションシーンとかつないだのを見せていただいたんですね、音入ってるのも。いや率直やったなと思いました。嬉しかったですね。気持ち的にはこの映像はちゃんと自分たちの中でちゃんとあったよね。もう戦っていて殺し合っていて、でも情念があって、もう本当に殺し合いの中でもなんとなくこういろんなことがシンクロニシティがかかってくるような無言なんですけど、確かにこういろんなやり取りを時にしてたものがそのまま画面に映ってたと思います。我々のその、ですよね、そうですね、極限の状況も含めてですけど、刃物を持った相手と戦うことって日常あまりないと思うんですけど、はい、実際そのアクションシーンとしてはどうでした？実は自分のそのやってる空手というのはスポーツの部分とはちょっと違う、まあ、古典的な古流的なっていうんですかね、そういう武道空手をやってるもんですから、刃物相手の練習もするんです。ただアクションとして見せるのと、本当の武道の動きってちょっと真逆なところもあるんです。なるべく動きが小さい方が相手に分からないんですけど、小さくちゃ分からないですよね。避けるのもなるべく大きく避けない方がいいけど、アクションって大きく避けなきゃ分からないですよね。ですからより小さく小さくってまとめていかなきゃいけないのが武道ならば、アクションというのはそれを
デフォルメしなくてはいけないので、まあ、そういう意味でのその武道を表現するっていうことの素敵さと難しさは感じながら楽しかったですね、はい、ミステリー要素もあり、はい、サスペンス要素もありっていうお話ですけど、はい、こういうお話自体いかがですか？そうですね、アクションおっしゃられる通りアクション映画って意外とアクションのために盾を見せたい、先に盾があったりこういうアクションを見せたいとか、ブルース・リーでもそうですけど、自分の武術にこだわりがあればあるほどその武道の技を見せるために肉付けしていっちゃうところもあると思うんですね。で今回全くそうではなくて、戦う理由が先にあって、テーマもトラバースというのは超えるという意味なんですけど、自分を超えていく人たちそれぞれの人間模様の中でみんながなんか乗り越えていくっていうことの中で、はい、戦う必然性があってそこで武道をやってる人間が巻き込まれた、で組織に戦いを挑むっていうことなので、戦う意味というんでしょうかね、それが非常にきちんと浮き彫りになっている、ちゃんとハマってるんじゃないかなっていうふうに、それはもう監督の手腕であり、そういうちゃんとこう立てアクションをつけられるアクション監督のそういう手腕であり、はい、そういうことは非常に現場で感じました。皆さんこんにちは、映画トラバース主人公の高梨純役をさせていただきました為貝純です。映画トラバース11月2日から渋谷ユーロスペースさんでロードショーです。レイトショー、9時からのロードショーです。この映画アクション映画、日本製のアクション映画を、ノンワイヤーノン CG で、生身の体で、体当たりの、演技とアクションをしています。アクションももちろんなんですけども、それぞれが苦境のところから何かを乗り越えていく、トラバースって乗り越えるという意味なんですけども、一度挫折してしまったそういう男が、強くなりたいとあんなに願った男でもこんなに弱くなってしまうんだというところから、家族のへの愛情とか娘への愛情で、再び立ち上がって、そして自分を超えていき、そして娘も自分の過去を乗り越えていき、そういう親子の愛情物語でもあります。そこの部分も、アクションときちんと噛んで、皆さんの心に届くような映画になっていると思いますので、ぜひ皆さん劇場の方に足をお運びいただきたいと思います。映画トラバース、よろしくお願いします。誰がアキを殺したんだ？アキさんが自殺するような人には思えないんだよ。自殺に見せかけて殺されたの。自分の命を守るよりもあなたたちを守ることを選んだ。何するんですか？しっかりしろ。光もあれば闇もある、良いことも辛いことも。行ってくる。大切な人を守りたいから。俺が殺した。オーメン、ブータ上位。苦しい。自分を超える。映画を超えた怒涛のリアルアクション。